にちは、ひまひまです。今回ですね、なんと私今日外にいます。で、なんで今日は外にいるかというと、このお台場冒険王っていうですね、イベントがあって、今回はそこに来てます。で、なんかいろんなね、ちょっとスポットとかもいろいろあるので、今日はね、普通に楽しん で最後は特別な皆さん告知もあるので、ぜひ最後まで見てください。では早速やっていきましょう。レッツゴー。ちょっとまずね、行きたいところがあるので、そこに行ってみましょう。ひまひまちゃん、今日はあの日焼け対策バッチリなので、ちょっと皆さんごめんなさい、見苦しかったら。これがサザエさん結構見るんですよ、まあ、日曜日、はあ、サザエ、うん、じゃんけんするやん、いつも普通になんか、いつも日曜日だなって感じながら見ますね。じゃないですか。あ、これだこれだ、サザエさん。すごい、なんかいろんなの売ってるじゃん。冷凍みかん、ガチのスイカバンを売ってる。と、私はもう頼むものを決めました。あ、イカ焼きを一つと、あと何、フランクフルトにしようかな。少々時間かかりますが大丈夫です。やっぱさ、サザエさん、ほら、あの海のみんな名前がついてるから、そう、海のこう食べ物ね。だからほら、サザエ、そうだよ、ね、あ、まあ、つぶ貝だけど、おいしそう。ほら、本当に暑いから、みんなマジで対策してきてくださいね、本当に、マジで暑い。いました、お、長めっちゃ長。じゃーん、イカ、私イカ大好き。違う、フランクフルト今が見た中で一番長い。はい、ポーズ。はい、こっち。あ、ほら、あ、いただきます。ここで、うん。うん、おいしい。めっちゃコリコリしてる。みんな日傘絶対持ってきた方がいい気がする。すごい、なんか結構広いね、なんかなんかいろんな食べ物があるんで、うん、さっきね、外くがあった。そう、あとなんか食べるものも多いんだけど、こうやって遊ぶブースもね、結構あって、今から逃走中に行ってみます。さっき忍びがいた。 あれだ、めっちゃ好き。あ、めっちゃ広いね。なんか本当に本物のハンターが出るっぽい。あ、忍びだって。おお。あ、結構怖い。怖いね。一回だけだよ。ここにあの解除番号が出てきますので、はい、わかりました。ここの面で合わせていただいて、外してる中のボタンを押せばミッションクリアなので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。あ、結構むずい、これ無理だ。え、無理、もう無理、阻止できるか。7.5 ねえ、爪違う、爪が長くて回らなかった。手がつかなくて爪で回してたんだけど、7-2までしか無理だった。最後の8いけたんだけど。いや、だからいけてもダメなの。完全にあそこにぶつければいいってことだよね。あ、余裕余裕余裕。え、
こうやって、こうやって、え？あー、はーい。一個。いや、しかもね、最初ね、やる前にボール一個落としちゃったの。え？残念。残念。でかかったね。みんなもチャレンジしてみてね。いける、できなかった、楽しかった。あのね、意外と待ち時間もね、中だから涼しいから平気、めっちゃ良かった。はい、唐揚げね、クセスゴ鶏唐揚げ、あ、鶏唐揚げじゃない、千鳥さんの唐揚げ。次はクセスゴの唐揚げを食べに行きます。美味しそう。クセスゴなのかな、味が。どれにする？カレー味、美味しそうだよね。え、カレー味、ゆずポン酢じゃない？プレーン、プレーン、プレーンにする？ゆずポン、まあ何でも。プレーンを一つお願いします。はい、800円です。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそう。これ何か入れるの？あ、涼しい。このコーンがついてる、唐揚げ。癖がすごい。ね、癖がすごい。いただきます。あ、今あのモノマネしたつもりだからちゃんと編集して。うん。うん。バリバリ。うん。まだコーンは口に来てないんだけど美味しい。お腹いっぱい。でも。やっぱりちょっと外は暑いからね、最後にとあるものを食べに行こうと思います。あ、レインボーアイスにしようかな。なんかレインボーまで、レインボー、レインボー、かなり有名なところなんで、本当に金箔は。ありがとうございます。じゃーん、カラフル。めっちゃ夏感じるわ、これすごい涼しい。いただきます。美味しそう。私が好きなブルーハワイ、なんか面積少ない。然後除了食感之外啊、我也非常推荐ご当地のかき氷もめちゃくちゃありましたよ。だからまあいろんなね味があるから、あんま食べたことないものも多い感じで美味しかった。はい、じゃあ今からね、最後に行きたいところがあるので、ちょっとみんなついてきてください。よいしょ、レッツはゴー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 。あ、着きました。じゃじゃん、皆さん見えますか？ここはクリエイタークリアハウスって言うんですけど、なんとここ皆さんこんな間近でひまひまがこの中にいて見ることができちゃいます。はい、というわけでなんと8月15日火曜日、お昼の1時ぐらいからですね、水溜りボンドのトミーさんと私とおさきちゃんでなんとこれ動画撮影をします。なのでみんなこの目の前でこうやってここで、そう、もうトミーさんとおさきちゃんとひまが動画撮ってる様子がもうここで見れるわけ。ここね、だからみんな結構日差しが強いからちゃんとこういう帽子かぶったりとか日が差もってきてくれると嬉しいです。1時から4時ぐらいまでから2、3時間かな、みんなでこれワイワイ動画を撮影するので、動画を撮影するので、動画撮影をこんな間近で見れるっていう新しい感じなので、ぜひ待ってます。なんかね、いろいろね、あるんですよ、中も。ちょっと中行ってみましょう。じゃあちょっと中、じゃあ中ちょっと行ってみましょう。はい、というわけで中に入りました。どう？めちゃめちゃ涼しい。あの、こんな感じなんだけど、ひまとおさきちゃんとトミーさんで、まあこうやって JK トークだったりね、まあ、トミーさん混ぜての JK トークをしたりするかなと思います。今は YouTube でライブ配信、はい、でまたショート動画を撮ったりとか、いろんな動画を撮影します。本当にすぐ見れるので、ぜひ皆さん来てください。8
8月15日絶対開けといてね。気になるものないですか、この部屋。気になるもの、ニコボ、ニコボがいるの見て。すごい可愛い、可愛いのよ。これ目が閉じたりとかしたり、尻尾振ったりするのね、ほら。寝言やおならをしたりだって。おめろ。あ、モコ、モコゴなんだって。ニコボ、ニコボ。この距離感で、トミーさんと、そう。ちゃんとひまちゃんのトークを見るという。そうそうそう。結構ね、あの過去にミリコさんの写真もこうやってシルクさんがいらっしゃったりとか、ひまわりチャンネルのまーちゃん、おーちゃんとお母さん、お父さんがいたりとか、ほら、ななおさんが来たりとか、カツーさんもいたりとか、ジャスティスさんもいたりとか、今日いろんな方がね、来てらっしゃるので、8月15日火曜日、朝じゃない、お昼の13時からです。お台場冒険王クリエイタークリアハウスです。ぜひ皆さん来てください。お台場だよ、お台場。はい、というわけでね、なんかこれめちゃくちゃ漏れるんだけど、絶対あ漏れるっていうか、光がすごいすごい。なので皆さん、ぜひこの至近距離で、もしかしたら結構ね、このガラス越しではあるんだけど、会話ができたりもするかもしれないから、ぜひ皆さん来てください。待ってます。というわけで、今回こんな感じで終わりたいと思います。お台場冒険王に来て、このクリエイタークリアハウスに来て、さらに、まあ、いろんな今が言ったねポイントとか言ってもらっても全然楽しいと思うので、ぜひ皆さんお台場冒険王来てみてください。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。みんな8月15日火曜日絶対予定開けといてね。ひどすぎる。専用ゲート2000はすごいことだ。イカが目についた。あ、なんかほっぺたにもめっちゃついてる。助けて。